マカオサムチャンネル、ソンツンです。あのですね、2日前の話なんですけれどね、マカオの街中で職質を受けました。職質といってもね、あるところをね、あの一人で歩いてましたら、全然怪しいところじゃないですよ。人通りの多いね、ごくごくあの普通の道なんですけれども、2人の警察官が私を見かけてね、 ID カードを見せろってね言われて、特に何も質問されることもなく、私の ID カードをね、なんか番号とかそんなのを控えてね、それで終わったんですけれども、こういったね職質をね、過去に私何度か受けたことがあるんです。というかね、マカオにいる人であれば1回2回ぐらいは、まあ、そういったことがあるかなと思うんですけれども、まあ、なんで ID カードとかね、そういうのを調べているのかと言いますと、例えば不法就労であるとか不法滞在、まあ、滞在許可の日数を超えてもね、マカオにずっとそのまま滞在しているような人たちを取り締まるためにねやってるんだなと思うんですけれども、マカオの住人だけでなくてね、マカオに旅行に来た観光客の人でもこういった職質を受ける可能性がねなきにしもあらずなんですね。実際私のお客さんでもね、記憶上ではね2人職質をね受けてしまったという人がいるんです。今回の私と同じように何か質問されることもなく、まあ、その人たちはね、パスポートを見せただけで終わったんですけれども、でね、今回ね、まあ、こういったことがね、2日前にありましたので、その時にねふと思い出したことがあるんです。過去にお客さんによくね質問があったことになるんですけれども、今回のねこういった職質の話と絡ませてね動画にさせていただきたいなと思うんですが、まあ、どういう質問が多かったのかと言いますと、マカオ滞在中観光なので外出する際パスポートは持って行った方がいいのか、もしくはお部屋のセーフティーボックスに入れる方がいいのかという、まあ、質問がね多くあったんですよ。そういった質問があった場合、私はどのように答えていたのかと言いますと、パスポートは常に肌身離さず携帯してください。ただし、あの外出の際、私のお客さんでもスリの被害に遭ったって人もいますので、財布、パスポートであるとか貴重品等の管理にはくれぐれも注意してくださいというふうにね、回答をしてたんですけれども、パスポートを使う場面ってね、実はそんなにはないんですよね。例えば日本の出国検査、マカオについてマカオへの入境検査、ホテルについてホテルのチェックインの手続きの際にパスポートを出します。あと最後は、マカオを出るときにマカオの出境検査で日本に到着してから見せる、まあ、それだけなんです。まあ、例外としてはね、あのカジノへの入場ですね、基本的にはパスポートいらないんですけれども、年齢制限がありまして21歳になっていないと、カジノへは入場できません。で、年齢のねチェックをかなり厳しく見ておりまして、その21をかなり大きく超えていたとしても、やはり日本の人ってね若く見られるケースが多いですので、30代の方でもね、入り口のところで年齢の確認ということでパスポートを見せてくださいって言われることがね、まあ、あったりするんですけれども、あとそうですね、多額のお金を香港ドルに両替する場合であるとか、まあ、そういった時にねパスポートを出したりするということも、まあ、例外としてあるんですけれども、まあ、基本的にはねもう滞在中、マカオの滞在中のホテルのチェックインの時以外はねそう使うものではないんですが、今回のねこの職質も過去にねその私のお客さんも本当に普通の観光でマカオにお越しになったお客さんなんですが、まあ、職質を着たということでね、まあ、職質っていうのはさすがにね例外の中でもさらに例外なのかもしれませんが、もしマカオで職質を受けてしまってその時にパスポートがない場合に関してね、一本の動画にこれからしていこうと思うんですけれども、まずですね、マカオでもし職質を着た場合、海外から旅行で来られた場合はパスポートが身分証明書ということになりますので、パスポートを見せなければなりません。通常兵も見せるだけで OK です。まあ、特に何も質問されることはないはずです。で、ここから関心なんですけれども、
もしパスポートをお部屋のセーフティーボックスに預けたまま外出されて、その外出先で職質を受けてしまった場合、私はね、過去に職質をね、6、7回ぐらいはね、受けたことがあると思うんですけれども、職質の時にですね、そういった身分証明できなかったっていうことはなかったんですけれども、あるね、マカオの人から聞いた話で、その方はね、夜中にね、なんか喉が渇いて、家からね、なんか歩いてね、5分ほどしたところにコンビニかスーパーがあってね、そこでなんか飲み物を買いに行こうとしたら、職務質問をね、受けてしまって、今は電子マネーがありますので、スマホだけを持ち歩いて出て行ったということで、あの ID カードとかね、全部家に置いたままに、されていたということで、その方の体験談をもとにパスポートがなかった場合のどうなるのかという話をさせていただこうかなと思います。唯一のそれを乗り越える方法としては、誰かにパスポートないし ID カードをね、持ってきてもらうということなんです。と言いますのも、職務質問中は勝手にね、動き回ることができないんです。その場でね、止められてしまいますので、電話して誰かにお部屋から持ってきてもらう。で、持ってきてもらえればね、この ID カードをね、警察官に見せて、それで OK になるんですけれども、そういうこともできなかった場合は警察官に連行されてしまいます。そういうことを扱っている、警察署といいますかね、そういったところにね、連行されてしまうということなんですけれども、あるお部屋に入れられて、座らされて、いろんな書類にね、記入するんですって。自分の名前であるとか、生年月日であるとか、住所であるとか、いろいろこと細かにね、記入するものがあるらしいんです。多分観光客の方でそうなった場合は、何の目的でマカオに来たのかとか、行きと帰りの航空便フライトナンバーであるとか、どこのホテルに滞在されているかとか、そういったことをね、記入していくのかなと思うんですけれども、大体それがね、2時間ぐらいね、その部屋になんか入れられてたらしいんですね。先ほど話したマカオの人の体験談によると、書類をね、書き終わったら警察官に渡していろいろチェックを受けるみたいなんです。で、それが終われば警察官と一緒に自分の住む家の方に行って、そして警察官に自分の ID カードを見せて、そこでやっと終了ということになるんです。問題がなければね。もし旅行客の方もそうなってしまった場合、そういったチェックが終わってから警察官と一緒に滞在しているホテルのお部屋の方に行って、パスポートをね、見せるということになるのかなと思います。なので、旅行のスケジュールにね、大きく影響する可能性がありますので、財布であるとかパスポート、貴重品との管理には注意しなければなりませんけれども、必ずパスポートは持ち歩くようにしてくださいとお伝えしているんですね。はい、ここまで聞くとね、こういった、ね、質問があるかもしれませんので、想定されるような質問をね、ちょっと考えましたので、まず1番目なんですけれども、日本のマイナンバーカードであるとか運転免許証であればどうでしょうか、なんですけれども、確かにね、日本でもしね、万が一職務質問来た場合はね、マイナンバーカードとか免許証でね、いけると思うんですが、私ね、過去に何度か職質来たって言いましたけれども、1回だけね、私もね、ツアーガイドやってますので、ガイドライセンスという、 こう首からかけるものがあるんですけれども、マカオ政府観光局という、政府の部門がね、発行しているものになりますので、それ身分証代わりにいけるんじゃないかなと思ってね、それを見せたらね、それではダメだって言われたんですね。パスポートもしくは ID カードを見せろというふうに言われたんです。で、マイナンバーカードとかね、免許証っていうのはね、あくまでも日本国内でのみ有効になりますので、日本の免許証じゃマカオでは運転できませんからね、免許証とかマイナンバーカードとかは身分証代わりにはマカオではならないと思ってください。で、2番目の想定される質問なんですが、パスポートのコピーもしくは写メで写真撮ってスマホに保存しておくのはいけないんでしょうか、
まあ、パスポートのコピーもしくは写メをねスマホで撮って保存しておくのはそれはそれでねありかなと思うんですが、それを見せてね、まあ、よっぽど優しい警察官の方であれば、まあ、次からあのオリジナルを持つようにしてくださいねってね注意だけで終わることもあるかもしれませんけれども、やっぱりねオリジナルを出した方がね一番望ましいのかなと思います。まあ、他にね何か質問があるということであればね、またコメント欄にも書いてください。とはいえね、旅行客の方がマカオンで職質を切るってことはそうないと思いますよ。特殊な状況なのかもしれませんが、私のお客さんで2人ほどいましたので万が一ってこともあるんですよ。私の経験上からしてね、その職質される場所なんですけれども、建物の中ではね、起きたことはないんですよ。街中ですね、外にいるとき、人通りの少ないね、なんか路地裏とかそういうところではなくてね、世界遺産のエリアであるとか、大きなね、人通りの多いストリートで、私は受けておりますね。その私の過去のお客さんの2人もね、世界遺産のドミニゴ教会っていうね写真か何かのね、まあ、観光で、ね、来られましたからね、撮られていたらその時にねなんか職質を受けたらしいんですよね。あとそれからね、絶対そうだとはね言い切れませんけれども、一人で歩いてる時に職質を受けましたね。何人かで歩いてる時はね、私も職質を受けたことはなかったんですよ。一人で歩いてる人をね中心に操作してるのかは分かりませんけれども、過去に来た時は私一人で歩いてると聞いてありました、まあ、ということでですね、本当はねこういったね旅行の際の注意点っていうのはね、またあのマカオへの渡航がね再開になってから、まあ、そういったタイミングでねあの動画にしたいなとは思ってはいたんですけれども、ちょっと2日前にね職質を来たということがありましたので、まあ、その過去にお客さんからあった質問をね出して、今回はこういった動画にさせていただきましたので、またこういったねちょっとした注意点がありましたらいずれまた動画にしたいなと思います。まあ、今回はね、ここまでということにしておきましょう。ではマカオサムチャンネルのソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。